YouTube をご覧の皆さん、前川清です。まあ実は今皆様も、私にしてもそうですけども、コロナウイルスというのか、外出禁止であったり、そういったもので本当は自粛した方が一番いいんでしょうけども、でも働きに行かれる方もたくさんいらっしゃいます。それももう皆様も命がけであったり、食べるためにやったり、一生懸命に、頑張られてる方、そして一生懸命に自粛されてる方いらっしゃるかもしれません。そしてまたそれに携わった医療関係、お医者さん、まあ、本当に命がけで、皆さんで、私たちを守っていただき、本当に感謝をいたしておるわけでございます。まあ私たちにしても公演というものが、実はステージが2、3、4と、もう3ヶ月間ですね、何の仕事もしておりません。それは皆さんも一緒ですね。まあそこで、このままいろんな YouTube を見ますと、いろんな若い方が参加なさって勇気づけられる YouTube もございます。ただここで、私自身も、ひろき、そしてゆきな、前川清と、実はある、YouTube に流すために、撮ったものがございます。それを、果たして流していいものかどうか、いろんなやっぱり日々、状況は変わってきておりまして、いつ流したらいいのか、流した場合に非常に難しい問題もありますね。ふざけてるんじゃないかとか、そういう時期じゃないかとか。でも今は、私も仕事を長いことさせていただいておりまして、ファンの方よく言われますね、どうしてるのとか、そういったお便りもいただきます。そうすると、よく考えますと、私自身のそのファンの方のためにも、元気であるよというお届けするものがいいのかなと思って、今こうして YouTube で流させていただきます。ですから全国的に、そうですね、私たちのファンはYouTuber と言われても、YouTube 見られてる、見られてない年の方が多いと思うんですよね。でも、お子さんにこうして教えていただきながら、前川清はまだ元気で頑張ってる。皆さんと一緒にまた、ステージが、開かれる。そういった時にはまた来ていただきたく、ここで、私の、そして、ひろき、ゆうきの、ひろきじゃ、私、そして、ゆきなの、ゆきなの、勇気って、その3人の、この何というのかな、ぼーっとした時間でございますけども、ちょっと笑いであったり、ほっとしていただければ幸せでございます。ではよろしくお願いいたします。ではここで1曲聴いていただきたいと思います。もう2ヶ月以上も歌ってませんので、迷惑をかけると思いますけども、個人的に大変に好きな歌でございます。伊集院静香先生に作っていただきました歌でございます。悲しみの終わりに。今年また夏が来て、あなたみたいに光る。大好きだった紫陽花があなたの窓叩く。いなくなってしまうと分かっていたのなら、ドアは開けなかった。二度と帰らないのが分かっていたのなら、話はしなかったのに。本当ですか？悲しみに燃え上がって終わりが来るって。本当ですね？悲しみが終わっていつか笑える日が来る。
本当ですか？悲しみにもやがて終わりが来るって本当ですね。悲しみが終わっていつか笑える日が来る、いつか笑える日が来る。